6番比例日本経済復活の処方箋を作った人、令和新選組参院選政策担当部長長谷川ウィコ君。皆さんこんにちは、長谷川ウィコです。ありがとうございます。全国比例から立候補しています。皆さん今日のニュースご覧になりましたか？イギリスでも付加価値税、いわゆる消費税の減税を検討していると今日報道がありました。これによって数百万人が恩恵を受けると報じられています。じゃあ消費税を廃止したら全ての人が恩恵を受けますよね。日本では消費税廃止を掲げているのは令和新選組だけ。日本の全ての人たちに恩恵がいくように消費税を廃止しましょう。今物価高で1万品目以上が値上がりしている。そしてその中で先月から年金が減らされています。そしてさらに高齢者の窓口負担倍になる。そして10月からは子ども手当も一部廃止されます。物価高で私たちが苦しんでいるのに家計の負担ばかりが増えている。おかしいと思いませんか？今こそ令和新選組の出番です。今回の参議院選挙の争点は消費税の廃止、そして積極財政への転換です。私はずっと令和新選組の政策こそが世界の主流だと言ってきました。それが今日もまた証明されたわけです。世界ではすでに90カ国以上が消費税を減税している。お隣の中国でも消費税を減税している。そして今度はイギリスが消費税の減税を検討し始めました。日本もやるべきだと思いませんか？令和新選組が掲げている政策、全てが世界の主流。私たちこそが世界の主流です。日本の30年の政策こそが間違っていた。そのことを今回の参議院選挙でしっかりと訴えていきましょう。先ほど次期杉並区長の岸本さと子さんが登壇されましたよね。今ヨーロッパでも日本でもどんどん公共の資産、公共サービスが削られている。これを削ってきたのが自公政権と維新です。公共の力を削れば本当に苦しむのは貧しい人たちと中間層、つまり私たち普通に生活している人間です。大阪では実際に公共サービスをどんどん維新が削ったから、給付金を配るのもコロナの死者も一番ワーストだったんです。公共のサービスを削ってはいけないことをコロナ危機はまさに証明した。今こそ公共の力、令和新選組が掲げている積極財政で取り戻していきましょう。今世界は最公営化の時代です。公営化の力を取り戻していく、これこそが世界の新しい流れ。これを体現しているのが令和新選組です。脱原発グリーンニューディールは国内でエネルギーを作っていく、国内で食料を作っていく、そして国内で公共の力を取り戻して私たちの生活の基盤をしっかりと確保していく、そのための政策です。私と一緒に脱原発グリーンニューディール実現して、私たちの国もう一度基盤を立て直していきましょう。そのためには維新にも自公政権にも負けるわけにはいきません。この東京選挙区では山本太郎代表が入らなければいけない。そして全国では私たち令和新選組の候補者、ぜひ皆さんの力で送り込んでください。私長谷川ウィコ、
公共の力を取り戻すために、そして消費税の廃止のためにしっかり戦っていきます。どうかよろしくお願いいたします。長谷川ウィン子でした。ありがとうございます。